グロースヘリンゲン、ザールフェルト線は、チューリンゲン州の複線電化された、幹線鉄道であり、ザーレ川に沿って、グロースヘリンゲンとザールフェルトとを結ぶ。この路線ははじめ、ザール鉄道会社によって、建設、運営された。2017年12月、ニュルンベルクエアフルト高速線が開通するまで、ベルリン・ライプツヒ・ニュルンベルクミュンンの区間の一部であった。別称のザール線は、 ザール鉄道会社に由来するが、公式的にはほとんど使わない。この名称は、口言葉でよく使われる。伝統的なザール線は、グロースヘリンゲン駅から始まり、イルム川を横切る。東側の連結線は、ハレマイナスベーブラ線のザールエック分岐点で始まって、ザーレ川を横切る。二つの線路は、グロースヘリンゲン GHS で合わせる。列車が、 ルードルシュタット・シュバルツァ駅を通過し、ザーレ川の橋梁を渡るまで、左側流域で川を沿って走行する。この路線は、カンブルク・シュバルツァ区間で、国道88号線と、シュバルツァ・ザールフェルト区間で、国道85号線と並行に続く。この路線の高低差は99メートルで、最大勾配は0.5%である。ザーレ線は、ザール川を沿って続くため、 曲線区間は80箇所で、最小曲率半径は450メートルであり、最大速度は時速120キロメートルである。車体傾車式車両の場合、速度を時速160キロメートルまで上げることは可能である。1850年から地域鉄道委員会はザアレ川流域で鉄道を敷設するために尽力した。大学都会イエーナは、 鉄道路線の連結に特別に関心を持っていた。しかし、中林源内部のいくつかの小国の利害関係のため、計画の実行は長い時間挫折された。1870年10月8日ようやく条約は、ザクセンバイマルアイゼナッハ、ザクセンイコールマイ人間、ザクセンアルテンブルク、シュバルツルードの四国間に締結され、1871年4月鉄道敷設。 および運営免許はザール鉄道会社に与えられた。1874年4月30日前、区間開通の記念式が行われた。最初はこの路線は、駐輪間鉄道本線の支線のような意味があった。経済的な事情とプロイ線の圧迫のため、ザール鉄道は1895年売却された。この路線は他の路線とともに、 エアフルト帝国鉄道委員会に配置された。1899年グロースヘリンゲン近郊に東側の連結線は建設され、グロースヘリンゲンを避けて迂回する通路ができた。バイセンフェルスから来る列車はゲーラ経由の場合より2 5トルほどもっと短い距離で直接的にザールフェルトに至るこのになった。そうしてザール鉄道は プロープストゼラ方面の鉄道及びフランケン森線と、共に、主なドイツ南北鉄道路線の一つになった。1936年と1939年の、アイガナ・カンズク・ DR137、型特急用電車が、ベルリン・ミュンヘン区間及びベルリン、シュトットガルト区間で走行し、平均速度は、時速 95km に至った。 1935年から1941年中期まで全区間の電化が実現された。第二次世界大戦が終わった後、在独ソビエト連邦軍事政府は1946年戦争賠償の名目で大部分の鉄道路線の断線化、電気施設の撤去を実施した。ザール鉄道はドイツ分断により次の40年間南北幹線の意味を失ったけれど、 貨物輸送の部門では、ザールフェルト駅を含めて主要路線の一つだった。プロープストゼラには鉄道越境施設が設置され、越境列車はこの路線も経由していた。1967年グロースヘリンゲン、分岐点カンブルク区間が再び電化され、1981年列車の複線通行は可能になった。1990年のドイツ再統一で、 ザール線は改めて中部ドイツと南部ドイツを結ぶ幹線鉄道になった。1995年全般的な電化はこの路線に行われて2005年まで改修された。2017年12月、ニュルンベルクエアフルト高速船の開通で大部分のアイスケートは新鮮に移動した。2007年同時アイス列車の所要時間はナウムブルク、ザールフェルト区間では53分だった。 2017年12月まで、ニュルンベルク・ライプツヒ区間を通行する IC 及び、アイス列車はこの路線を経由した。アイス28列車は1日1往復で、ナウムブルクイエーナ・パラディース区間を走行している。グロース・ヘリンゲン・オルラムンデ区間は、中部中林ン運輸連合の領域である。ハンス、ヨアキム・キルシュ、アイゼンバン・ディレクタイアン・エアフルト1882、 N1993、バーラグベルントネダーマイヤー、ベルリン2006、ISBN978 から3から93万3254から76から4、S50VMT の路線図と、料金表中部駐輪源運輸連合の資料。ありがとうございます。